お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちらメガナイトロイフを使っていきたいなと思います。で、こちらなんですけども、間違いなく強いです。強いんですけども、もう一つですね、すごいもうやばいことがね、クラロワのもう革命と言ってもいいぐらいやばいことが起きてるので、ちょっとね、それも話しつつね、やっていければいいんじゃないかなと。思います。というわけで、まあ、やっていくんですけど、なんとですね、あるサイトですね、こう、僕がよくね、勝率1位とかそういったのをこう見ている、ロイヤルアピっていうサイトでの出来事なんですけども、そのサイトでは、こう、グラチャレのね、こう、人気なデッキとか、12勝ではどんなデッキが多いとか、勝率が高いデッキとかね、そういったものが見れるんですけど、こう、ぶっちゃけ、こう、クラロはね、僕結構それもずっと昔からほぼ毎日見てるんですけど、もう、それを、まあ、約1、2年はまあ見てると思うんですけど、見てきて、ぶっちゃけずっとペッカ工場が1位だったんですよ。ペッカ工場の、ゴーストユーノかな？ポイズンザップの有名なデッキが、こう、まあ、人気ナンバーワンで、しかも、こう、まあ、人気ナンバーワンイコールいっぱい使われてますから、その分ね、12勝された回数も多くてっていうぐらい、もう不動のね、もう1位だったんですよ。もうそのペッカ工場を超える、こう人気デッキとか、勝率じゃないですね。まあ、使われる回数が多くて、12勝回数も多いみたいなデッキはなかったんですけども、なんとですね、これ、この、もう僕何年かこうずっと見てきた、そのデータずっと変わってなかったところをね、追い越しました。このデッキなんと1位ですね。まあ、使われた回数では1位ではないんですけど、なんか、12勝っていう欄があって、そこでね、今まあ、めちゃくちゃ勝率が高いんですよ。いっぱい使われるデッキほど、やっぱり、こう、いろんなね、こう、上手い方、そして苦手な方とか、めちゃくちゃね、トロが高い方っていう、人に限らず、いろんな方が使うんで、やっぱ強いデッキほど使われる回数が増えて、もちろん勝率もね、こう、落ちていくデッキなんですけど、もう、このデッキはね、そのなんか割合に合ってないんですよ。めちゃくちゃ使われてるのに、勝率が高いっていう、もう、おかしいんですね、すでに。なんで、もう、そういった部分、でもね、今、このデッキはね、間違いなく最強クラスに来てますね。よいしょ。なんて言うんですか、なんで強いって言われるとすごいむずいんですけど、まず、エレキ、メガゴ、マジアチャっていうところが、まあ、空に対してしっかりね、対応できる3枚があって、で、まあ、あとは、クエイクですかね。アースクエイクが意外と普通ロイホグとか弱点なんですよね、ぶっちゃけ。施設が、クロスとか、こういうボムタワーが弱点なんですけども、まあ、そこをクエイクでカバーしてる。で、クエイクで、このデッキが成り立ってる理由としては、まあ、後ろからね、ゆっくり展開できるマジックアーチャーとかエレクトロウィザード、そして、まあ、あとは使いやすくておすすめなのがメガナイトですよね、結局は。使いやすいっていうのがやっぱ、こう、クラロワする上で結構大事、トップレベルに大事なんですが、ペック工場とかもね、デッキパワーがあるっていう、まあ、むずいですけどもちろん、使いやすいからこそ、こう、いろんな人がね、使うとか人気なデッキになるわけで、結局使いやすくないと成り立たないんで、よいしょ。まあ、そういった面で、こうね、このデッキは今後マジでずっと残るデッキになるんじゃないかなと。まあ、もしかしたらですけどね。まあ、わかんないですけど、もう1ヶ月、2ヶ月したら、このデッキをね、使ってる人はもう0人とかいうね、可能性もま、あるわけなんですけども、もしかしたら本当に枯渇とか、まあ、テスラ枯渇、インフェ枯渇とか、遅延スケラ。あとはま、なんだろうね。何があるだろう。まあそんな感じかな。あとゴレダクネとか、まあそういったデッキと一緒ぐらい今後ね、ずっと使われる、まあ可能性もね、すごいあるのではないかなと思っています。なんでこのデッキ、ちょっとね、いいですね。いいですね。語彙力なさすぎなんですけども、もしかしたら今後一生残るって考えるときに、なんか嬉しいですね。ロイフグデッキとか、意外と環境とかで左右されがちなデッキっていう印象がちょっとありますけど。よいしょ。さあ、ここ射抜いていきます。そして、まあ、クエイクは、これでもクエイク打ったところであれなんですよね。インフェルノタワーに仕事されちゃいますので、まあまあ、マジアチャでね、削れる。これもね、またこのデッキの強みかな。やっぱクエイクデッキだと、ね、ダメージを稼ぎにくいとかあるんですけど、このマジアチャでね、やっぱ角度ゲーできるかできないかもすごい大事になってきますね。で、打っ
タルババもあるので枯渇にね絶対勝てないっていうのもないと思いますし、やっぱ何でも勝てる可能性があるデッキっていうのはちょっと使いやすいというかね、使ってて諦めなくて済みますからね、戦ってて。よいしょ。さあワンチャンロケットかな、あーないと。ここは射抜いていきましょうか。ダメージちょっとできるだけ稼ぎたいですね、このマジアチャで。よいしょ。さあこれも一発、あー入りませんが、ワンチャンプリン射抜いてくれたら美味しいと思ったんですけど、まあ、あとはでもタルババをなぜか俺は持っていないので、これ後ろワンチャン、ういで、単純に、まあ、このデッキ、スケとかがね、入っていないので、ちょっと、回転がね、微妙に重いかもしれない。そこが、まあ、唯一の欠点ぐらいかなと思うんですけども、言うて回ると思いますし、なんかいけそうな気がしますね。さあ、後ろから組んで、インフェルノタワーをワンチャンクエイクとマジックアーチャーで処理したら、いけるんじゃないか説がありますね。これちょっと待って、てというか、おいしょ。マジアチャでいい感じにカバーしたいですね。あ、やべ、そっちから射抜かれるか。それはよくね。これワンチャンエレキさ、走らしたらさ、あー、無理か。ちょっとやばいですね。流れがやばいですね。流れが本当にやばい。これマジでよくないですね。よいしょ。ドゥン。1体逃すが、まあ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 、ここで2体処理できれば美味しいですね。そして、まあ、ミニペックぐらいつけちゃってもいいと思いますけどね。ちょっとうざそう。オッケー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 。で、ギャング、あー、まあまあまあ。ギャング来る、クエイク打って、ギャング処理できれば、オッケーオッケーオッケー。暴れろ、暴れろ、暴れろ、お前ら。あとは、運ゲー。ロイフグつついけ。さあ、いやー、ちょっとやばいですね、マジ。ワンチャンロケット打ってくれたら打ってくれたらいいんだけど。よいしょ。さあ、あとはマジアチャの犬気も大事ですね、こうなったら僕はもう。わー、で、あのインフェルノタワーがなかなか突破できないですね、個人的に。さあ、マジアチャ展開しつつ、端前プリンも微妙に警戒しつつ、樽で守って、一個低めだな。一個低め。これ多分マジアチャで壊せる。オッケー。で、多分ね、ロケボーイだと思うんですよね、さすがに。いや、オッケーオッケー。うわー、エーム神か。エーム神尾くんか。まあまあまあ。さあ、これは勝ちたい。このデッキは勝ちたい。古参デッキというか、もう今後ね、ずっと残っていくデッキ対決みたいなのがありますからね。さあ、マジアチャで抜きつつ、正直クエイク削りとかでもいいと思うんですけど、このミニペッカに置いて、え？ああ、うまい。これ多分、ロケットのエイムはむずい。オッケーオッケー、待って。IT の位置がうめえ。あ、待って、マジアチャ入ってる。ラッキー、グッドゲーム。いや、これ、ちょっとね、ちょっと怖いですね。ちょっと怖い。IT が、インフェルノタワーが硬いですけど、まあまあまあ。やっぱ何にでもね、勝てる可能性ありますね。まあ、枯渇相性はね、そんな悪くない気がするんですけど、テスラだともうちょっとね、戦いやすいのかな、と思います。いや、このデッキちょっとね、極めたいですね、マジで。いや、本当に、マジでずっとペッカ工場だったんですよ。もう、いつ見ても、12章ね、使われてる回数、ペッカ工場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 。1位には常にペッカ工場がいたわけなんですけど、もうびっくりですね、なんで。これデータとか、毎日見てるって、そういう変化があるって、びっくりじゃないですか。なんか、例えるならばって思ったんですけど、例えるのが非常に難しいんで、まあ、例えないんですけど、そういうね、ちょっと変化が裏でね、そういう、まあ基本的にそんな、なんかそういうサイトとか見ない人ばっかだと思うんですけど、こう見てる側としてはね、マジでびっくりしましたね。しかもなんかちょっと変化が起きて嬉しいですよね。そういう、なんかずっと一緒じゃなくてね、やっぱ何かね、ずっと勝ってた人がこう負けるみたいなね、やっぱそういうとこあるからこそね、面白いみたいな感じかなと思います。とわけで、ロケット方針コウモリ、あー、ナイス。ロケット方針コウモリ、まあボムタワーとかありそうですね。ワンチャンメガナイトもありそうなんで、一回これ待っていいですね。とりあえずカード回し、クエイクは最悪カード回しで回しちゃっていいと思いますね。さあ、メガナイト来る。まあこれ踏んじゃって、うわー、エレキ欲しい。めちゃくちゃエレキ欲しいっすね、これ。メガコで急いで溶かして、間に合う。さあ、うわー、これはエレキ欲しい。
エレキがすごい欲しい、さっきから。で、これ、ちょっとインドラ HP 結構残ってて怖いんで、タル転がしてまで、そうっすね。耐えた方がいいっすね。で、まあ、あとはコウモリとギャングとかなんで、まあ、エレキで耐えれるかな。メガナイトークですね。メガナイトークなんで、まあ、クエイクが腐りますね。けど、まあ、多分相手ファイボーかな。マジアチャも腐るとして、ですが、エレキですね。エレキにファイブ打ったら、まあ、マジアチャが残るってイメージで、やっていけたらいいかなと思います。まあ、とりあえず、ここ、マジアチャ出しつつ、相手のね、あの、ロケット押しがすごい厄介なんですよ、個人的に。これ多分もう、メガナイト出しちゃってもいいですね。お、クエイクだ。仲間だ。やっぱ時代はクエイクだよねっていうのを、ちょっと物語ってますね。さあ、ここは、こっち側にロイフグ飛ばして、あっちにメガナイト咲かしたいけど、みたいなね。うぇい。いや、相手もでも分かってますね、さすがに。さすがに分かってますね。うまいですね。今、あっち側にね、メガナイト咲いてたら、相手はね、もう終わってましたねっていう。よいしょ。あ、マジックアーチャーこっち縁ってくんねえかな。まあまあまあ。さあ、ここはメガナイト溶かされるのはちょっと辛いですが、まあ、マジアチャーの前にミニピック出しとくだけで、厄介じゃない？さあ、使ってくれる。そうすると、あー、これ、あえてダメージ受けましょうか。あえてダメージ受けて、許容して、さあ、まあ、メガナイト裂いたので、相手が。こっからは逆に僕のターンみたいな。お、おし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 。で、ここで、もうロイフグですね。こっち側にロイフグ飛ばして、多分ギャング多分ギャングギャング、うわー、コウモリだったー。これやばい、これやばい、これちょっとやばい。シュシュッシュシュッシュッシュッ、これやばいですね。あ、でもこれは、タルババ、いい感じにタルババか。逆サイコ来たらエレキ。オッケーオッケー。いや、待ってやばい。ミリペ、ミリペ耐えろ。うわー、ミリペ耐えろ。よい、待って待って、負け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 。いや、もう一発耐える。さっきだ、ロイグ飛ばして、早く飛ばして、え、マジアチャに抜く時間がいる。そこれやばい。相手は絶対勝ったと思っているから、最後に、マジアチャでフルで射抜いて、奇跡の大逆転。お願い。マジでやる。マジで。可能性はある。可能性はある。本当にある。もう一発。ん？来てくれ？あ、また届いてない。うわー、くそ、38。これ、なんかしくったよね。なんかしくったね。なんかしくった。あれだ。ギャング受けする。いやー、ちょっとね、いろいろ、芝、攻めクエイクとかね。ちょっとやりすぎちゃってた。ところですね。まあ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 。そんな感じで、まあ最後負けちゃったんですけど、いや、このデッキはマジで今後ずっと残っていく可能性がすごいあると思うんで、まあ全然わかんないですけど、僕の予想なんですけど、まああとはデータを基づいての、思ってることなんで、はい。よければね、これはすごい強いんじゃないかなと思いますんで、よければ使ってみてください。というわけで、チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。